おはようございます。今日は18日でございます。また朝練からやっていきたいと思います。行ってきます。あれ直してくれた、ありがとう。朝練終わりました。イエス。おはようございます。朝練が終わりまして、ジェフとね、街にまた行きます。もうこのルーティンです。これは。で、街に行ったらね、まあとりあえずまあクラフトビールはまず飲むと思うんですけども、まあそれもあるんですが、基本的にはね、動画の編集をやります。そこでね、ある程度進めておいておかないと、あとあと。痛い目を見るので、ジェフはコーヒー買いに行くんだよね。はい、コーヒー買います。 Right、 どうする？バス？ウォーク？ウォークする？今日はね、すごく寒いです。はい、渡りますか。行きましょう。平府坂でね、今多分さっきの交差点がここで、こっちから我々来てます。いつもクラフトビール飲んでるのはここ、魂ここ、セイコマートでしょ。でジョージョーはこっちだよね。ジョージョーズこっちの方だよね。この辺だと思います。で今日はまずこっちの方に登ってきてまして、今この辺かな。なんだっけ、ドラッグストアがあるんでしょ。あるある。どの辺？多分あの辺ぐらい、この辺。 OK、 じゃあドラッグストア行ってちょっとコーヒーを買います。あ、いい匂いする。なんだこれ。あ、ラーメン。登山券こっちね。ここ、あ、本当だ。札空というね、ドラッグストアがニセコにはございます。ここでね、大概のものは揃います。じゃあ行ってみましょう。完璧です。お酒もいっぱいあって、ほらやばいじゃん、ここ超充実してんじゃん。 Let's go get Yona。 あららららら、あららららら、絶対美味しいやつじゃん。あれ、コーヒーだよね。あ、right here。 OK、 スターバックス。はい、ジョージョーズにまた行こうと思います。ジョージョーズです。こんにちは。
ナチョス、ナチョス、すごい美味しそうじゃない？うん、美味しいよ。美味しい？イエー。ナチョ、ナチョね。イエーイ。はい、初日はね、初日じゃないか、2日目だったかな、覚えてないけど、オリジナルバーガーっていうのを頼んだんですが、今回は照り焼きチキンを頼んでみました、はい、こちらはジェフのナチョスです。ナチョスはメニュー入ってない、でもスペシャルオーダー、スペシャルオーダーであります。美味しいです。いただきます。すごいね、うん、今日雪やばいっすね。これ分かるかな、すごく激しく降ってます。行きますか、はい、今日雪やばいね、痛い痛いカメラ壊れんじゃねえか、多分。やばいね、やばい、めっちゃやばいよ、めっちゃやばいねこれは寒い、さすがにこれは寒いわ。クロス、ね、前見えないもん。Thank you. はい。お疲れ様です。こんにちは。こんにちは。じゃあね。ピルスナー。ピルスナー？これで全部だもん。Cheers. Cheers, big ears. So you've got the also? Yeah, I got the Pilsner as well. Hey, could we get poutine? Yeah. Yeah. Finally. ついにこれがポーテインです。フライドポテトになんかかかってるやつ、なんかチーズと混ぜてね。いただきます。いただきましょう。うん、美味しい。グレービー。グレービー。うん、グレービーソースか。チーズ入ってる。チーズも入ってる。グレービーソースだった。美味しい。おお、a big one。ポテト is good。は？ Yeah, I like it。Get back to work。Ready？ Yeah。I see you guys. Take care. 戻ってリハーサルします。はあ、戻った、帰ってきました。ふう、リハーサル行きます。リハーサル開始です。
No offense to you, don't waste your time. Because I'm having my alone. If you feel like a room without a roof. Because I'm having my alone. If you feel like happiness is the truth. Because I'm having love alone. If you feel what should happen in love. Because I'm having my alone. If you feel like that's what you wanna do.全部やる。このリードするやつ。誰？この最後。ちゃちゃはいいよ。やってみる、ね、じゃあ。俺がジェフに挨拶するけど。うん。Christmas is the いや、変でしょ大変そうな感じがするじゃあ、大輔くんね OK 大輔はい、こんな感じでいきますそうねよろしくお願いしますはい、その通りですはい、ジェフが今言ってくれましたがサードステージ、行きますゆかちゃんのトンコリタイムですここのとこ、毎日トンコリタイムあるんですけどもチューニングが非常に難しいとすごく頭を抱えておりますチューニングしてもねビヨンってね音程がまた落っこっちゃったりとかなんだろうなイメージだとすごく安いしょぼいウクレレのチューナーのペグがねすぐこう弦の引っ張るね力に負けてピヨンってね音程が下がっちゃうっていうことがよくあるんですけどまあトンコリがしょぼいなんかそういうペグを使ってるとかっていうわけじゃなくて木でねこう弦を巻いてねじ込んでるからすごくアナログななんていうかデザインをしているのでどうしてもそういうね普通のなんだろうなコンサートピッチに合わせてチューニングするとそういうことが起きちゃうみたいでまあそもそもコンサートピッチでやるものじゃないからトンコリ自体はウッドベースとかね他の楽器と弾けるようにコンサートピッチでチューニングしてるんですけどさあ今日もゆかちゃんがトンコリを頑張りますカメラセッティングします。
だと、お疲れ様です。今日のステージも終わりました。第4ステージまでやってきました。トンコリチューニング大変そうでしたね。やっぱね、難しいみたいです。でも日に日に慣れてきてる感じというか、良くなってる感じはします。引き続き頑張っていきます。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。また明日。